体は大丈夫？ええ、疲れが溜まってただけですから。もうこんなに。羨ましいわね。だってそうでしょ。グノーシステロの後、ベクターを辞めてからのあなたは自分の信じた道を歩んでいるように見えるわ。どうでしょう、自分ではよくわかりません。その点、私はまた証拠りもなくこんなことをしている。それが正しいことかどうか深く考えることを放棄してね。オメガの開発に携わっていることがですか？そうね。あれはその目的も定かではない絶対的な力を持った兵器よ。本来あってはいけないもの。なのに私は世間に自分を肯定させるためにその開発に携わっている。ミズラヒという不名誉な名を消すためだけに。コスモスも本来あってはいけないものなんでしょうか？シオン、彼女は兵器ではないわ。科学者の私がこんなことを言うのも変だけれど、コスモスは何かとても大切なものを持っているような気がするの。大切なもの。人ベースのレアリエンとは違い、コスモスは完全な機械体。タンパク質の集合体である我々と機械の彼女に一体どれほどの差があるというのかしら。どちらもこの宇宙を構成する波の一つ。違うのはその波折りの数だけ。私たちに心が、意識があるのなら、機械である彼女にもあるのは自明の理。私はそう思うわ。コスモスには心が宿っているんでしょうか？あなたもそれを望んでいるのではなくて？そうなのかもしれません。でも違うのかもしれない。あなたがどんな思いで彼女を作ったのかは私には伺い知れないわ。でもね、何があってもコスモスを、そして何よりそのコスモスを作った自分自身を信じてあげなさい。それは想像したものの席でもあるのよ。ユリさん。ユリさんは施設に戻ったのか？ええ、私たちの潜入のための準備をするって。そんじゃこっちも準備を始めるとするか。時間はあまりない。各自必要なものを揃えてくれ。集合はシオンの宿泊しているホテルのロビーがいいよ。市街地の方が変に怪しまれずに済むし、施設からも近いしね。シオンはそれでいいのか？ええ、構わないわ。よし、行動開始だ。